はい、最近シーフードヌードルに食べることにハマってるんですけども、レモン、梅干し、そしてタバスコ、この3つを入れたところ、ゲロの味になりました。はい、どうも、おいきもちです。ということで、今回もダボダボスリーやっていきたいと思います。ということでね、まあ、最初の話なんだけど、シーフードヌードル、ちょっと最近ちょっと食べるの、ちょっとだけハマってて、で、なんか、シーフードヌードルだけだったら、やっぱ味って飽きちゃうじゃないですか。で、そこで、まあ、なんか他の食べ方あんのかなと思って、いろいろね、研究してて、で、レモンとか最近入れることハマったりとか、あと、普通に、まあ、七味入れたりとかで、ちょっと味変してるんだけど、そこに、まあ、レモン、タバスコ、梅干し、この3つ入れたところね、なんか、多分、胃液が酸性だからなんだろうね。すっげえね、ゲップした時に、もう風味がゲロなんだよね。そう、風味がめっちゃゲロっていうね。うわ、敵がめでもいるわ。っていう感じだったんで、まあ皆さんもね、良ければぜひともやってみてください。まあ、だけど、まあシーフードヌードルやっぱ美味しいね。まあなんでね、まあ今後もちょっと食べていこうかなというふうに思ってるんですけども、まあ今回は、まあちょっとこの話はメインじゃなくて、最強ムーブっていうことでね、まあ面白い、まあその立ち回り方があったんで、ちょっとそれ動画を見てほしいんですけども、まあこのゲームは、匍匐するときに2種類パターンがあるんだよ。こうやって前に匍匐するパターンと、こうやって、足を前に出して匍匐するパターンがあるんだよ。で、この足を前にして匍匐するパターンの時に、まあ、弾を減らしておくじゃん。まあ、これだけ弾を減らしておくじゃん。ちょっとでもね。で、リロードモーション入るじゃん、こうやって。そした時に立つと、なぜかジョジョ立ちができるっていう。これ、やべえだろ、このバグ。ジョジョ立ちバグなんだけど。かっけえ、なんか めっちゃさ、胸突き出してさ、腰クイッてやりながらさ、ジョジョ立ちリロードできんだけど。神ゲーだな、やっぱりこのゲーム。やっぱワールドボス3ってさ、こういうところがいいよな。なんか なんか面白くない？これ L 箱もできんのかな、ジョジョ立ち。あ、L 箱もできるジョジョ立ちなんか でもなんか MG5 の方がなんか綺麗なジョジョ立ちだったな。すごかったな、MG5 のジョジョ立ち。ほら、影とかもさ、マジでさ、なんかさ、おかしいんだよね、ちょっと。クイってなんかさ、胸張ってる感じでさ、腰なんかひ、なんか、わかる？なんか、後ろに突き出してる感じのさ、マジでジョジョ立ちしてんだよね。いや、すげえな、やっぱこのゲーム。はい、多分ね、今動画の方がね、流れたと思うんですけども、要は、しゃがんだ時に2種類方法があって、前にしゃがむ方法、伏せる方法と、後ろに匍匐する方法があると。で、この状態の時に、まあ、リロード挟みながら立ち上がると、そうだね、リロードを挟みながら立ち上がると、なぜか胸を張りながら立ち上がるっていうね。まあちょっとこれ今 SMG だからあんま胸を張らないんだけど、そういうムーブがあるっていうね、ただただそれだけのしょうもない話です。はい。まあというのもね、ちょっとね、さすがにそれはしょうもなさすぎるんで、あとね、まだまだ強いムーブがあって、実はこれほとんどの人が知らないと思うし、てか俺も、まあ、リスナーに言われて気づいた話なんだけど、実はスナイパーの弾が、腰打ちだからまっすぐ飛ぶっていう話を聞いたんですよ。で、それをちょっとね、今回紹介していこうかなって思うんだけど、まあ、今は多分治ったのかどうか、多分治ってないと言ってんだけど、ですね、一応、まあ、今回スナイパー持ってきますと。で、スナイパーは基本的に腰打ちではまっすぐ飛びますね、普通に考えたら。こんな感じでね、ほら。ここに、こんだけ打ってんのにここに当たったりとかするっていうね。だけど、これね、匍匐すると、なぜか腰打ちまっすぐ飛ぶらしいんですよね。ほら。ほら。わかります？これ。腰打ちすると、スナイパー、うう、やべ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 、スナイパー弾がまっすぐ飛ぶっていうね、めちゃくちゃやべえ仕様があるんですよ、実はこのゲーム。あー、やばい、やられた。なんで、まあ、ぜひともね、ちょっとこれを使ってね、まあ、今回ちょっとキル重ねていきたいなっていうふうにちょっと思っていますね。ただね、匍匐しながら打つって、割と意図的にやろうとすると結構難しくて、まあ、だいたいさ、こういう連中だったら普通覗くじゃないですか。だからあんま使い道は正直ないんじゃないんだよね。ただ、とっさの対応の時に匍匐して腰打ちで当てれるってことになると、結構強いってところでは、まあ、まあまあ使える技なのかなっていう風な感じ。なんか後ろから打たれた。ペナルティーキルです。さあ、自立側で湧いて、まあ、こういう時はね、正面からでは無理なんで、まあ、裏から詰めるっていうね、まあ、頭を使った戦い方をね、やっぱやんなきゃいけないっていうね。で、ダブダブスに本当に頭を、ちょっとできるわ。はっ！いや、これ難しいっすよ、でも。レーザーサイトとかつけた方がいいかもね、もしかすると。まあ、スナイパーにレーザーサイトって何やねんって話なんだけど、お、いた敵が。よし。お、やっば！マジで当たるんだけど、これは強すぎるわ、本当に。いかれてるな、マジで。実はダボダボ3って、ちょっと見ないと思うんだけど、ちっちゃく真ん中に剣があるんですよね、実は。
実はね、ああ、大丈夫、びっくりした。今止まったかと思った。なんかまたフリーズすんのかと思った。今、素でえって出てしまったわ、今。たまにあるんですよね、ダボダボ3ってこういうね、固まってフリーズしちゃうってことが。だからそれが起きたのかなと思ったけど、起きてなくてよかった。これってあれなのかな、後ろに匍匐してる時もまっすぐ弾飛ぶのかな、どうなんだろう。正直ちょっとわかんないな。まあ、スナイパーは、まあ、ちょっとね、あまりキルができなかったんですけど、まあ、あんな感じで、ね、腰打ちで当たるんで、まあ、ぜひと皆さん使ってみてください。多分、ウォーゾーンとかで使うっていうよりもね、TDM とかでガン待ちするように使うって感じになるとは思うんですけど、まあ、とっさにしゃがんで、スナイパーまっすぐ飛ぶっていうのは、まあ、かなりスナイパー優遇されてんじゃないかなってところあるから、まあ、使う人が、まあ、若干増えるのかなっていう。まあ、ただね、あんまりね、覗き込んで、早いから、まあ、そこら辺ちょっと微妙っちゃ微妙なんだけど、まあ、適材適所で使うって感じになるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。まあ、ちょっと久々にね、M416 使ってきますか、じゃあ。このね、BF4 である M416。結構 PS4 版だと、エースと M416 でなんか二択になってる、二択っていうかなんかね、M416 も使う人がいるっていう感じだったけど、PC 版だとなんかあんまりね、いないんだよね。M416 使うって人が。あれ分かれたんだけど。マジこれ。これやばいな。これやばいな。やばいな、これ。あ、ダメだったな。いやー、なんじゃそりゃー。その死に方は何ですか。ペナルティーキル!はい。それは許されません。この試合めちゃくちゃ多いな。なんか誤射されまくるんだけど。てか最近のダオダオスリーなんかすごい誤射されるっていう。あ、これね、皆さん、この右下に出てきた、今、フォーチェンジって感じ出てきたじゃないですか。これ、率先的にチェンジした方がいいです。っていうのもね、これチェンジすることによって、確かに負けチームに入ってしまうんですけど、4000ポイント無償でもらえるんですよ。で、この4000ポイントがあれば、ヘリコプターだったりとか、戦車だったりとかって呼びやすくなるんで、これはね、ほぼほぼチェンジした方がいいと思います。てか、そうすることで、お金の貯まる効率がすごい上がるんで、まあ、ウォーゾーンとかやってる時、チーデスはないんだけど、ウォーゾーンやってる人は、ぜひともこれを有効活用してみてください。俺はね、最近ね、率先的にこれやってて、まあ、試合とかには結構負けたりはするんだけど、ポイントがすごいたくさん手に入るんで、それで武器のアンロックとかが、だいたい2試合に1回ぐらいのアンロックとか出てきたりとか、経験値とかをたくさんもらえた時って、レベルアップできて、レベルアップすると、またさらにお金がもらえるっていうシステムがあるんで、結構その一概に、お金がそんなもらえないからダメだっていう風に思うんじゃなくて、経験値でレベルアップしてお金を得るっていう方法も、そういうのもちょっとね、模索してお金稼ぐといいんじゃないかなっていう風に思いました。ダボダボ3のね、システム自体がちょっと悪くて、お金を稼がないと結局新武器が使えないっていうシステムだから、まあ、そういった意味でね、まあ、やり込み要素っちゃやり込み要素なんだけど、まあ、めんどくさい仕様があるんで、まあ、結構工夫しなきゃいけないっていうところがね、まあ、あるっていうね。まあ俺はね、正直ね、そのシステムってぶっちゃけどうなのかなって思うときはね、結構あるんだよね、やっぱり。だって、ぶっちゃけいるシステムじゃなくないですかね、武器アンロックシステムって。まあ海外とかだと結構まあ求められてるって感じだと思うんだけど、1個武器解放するの2万コイン、2万だっけ確か。2万とか1万6000とかでしょ。で、1試合で稼げる量がすげえ頑張ったとしても大体、まあ6000とか7000なんですよ。だから相当ね、時間がかかるんですよね、実は。40分とか30分で5000とか6000なんで、本当に時間がかかるっていうね、システムなんですよね。てか、これやばいよ、これ。これ地雷か、これ。持ってきたの。回復したい。ナイスカバー、ありがとう。あと、補給物資のこのシステム、ほんといいね。これはもう何回も言ってんだけどね、このシステムが出たおかげで、結構その、味方が落としてくんなくて、弾が足りないとかってなっても、エリアの中に入れば速攻で回復できるっていうシステムはね、これは本当にね、いいシステムかなっていうふうに思う。だから他のゲームだと、あんまりない。まあ、BF とかだってあるんだけど、まあ、こういうふうにね、全部の弾が回収できるってシステムは本当いいんじゃないかなっていうね、感じはありますね。あの装甲車壊したいな。あれ壊したら相当でけえぞ。あれ壊せるのはマジででかい。これで、よし。OK! いいね、やっぱ。一人でね、ちゃんと RPG とかの選択で対戦者用のね、やつとか持ってけば、ちゃんと狩れるっていうところはね、結構このゲームのいいところなのかなっていうふうに思うし、まあ、ただちょっと分かりづらいんだよね、このゲームのなんかその RPG の変更が。R 長押しとかで一応弾が変更できるんだけど、それが分かりづらいっていうのが、まあ、ちょっとダメなとこかなっていう。あと、変更するときに結構時間かかるんだよね、弾の変更が。そこもね、なんか改良の余地あるのかなっていうふうな感じは正直ありますね。
いやー、なんかダボダボ3に良くないとこ出てきたな、これ。A と B と C1 以外全部取られてるって、この状態ね。こういう状態になってくると、もう結構 GG ブレイ入るんだよね、ダボダボ3で。で、こうなってくるとね、逆転するのがめちゃくちゃ難しくて、まあ、遠距離銃で攻めるから、もうみんなで同じとこ詰めるって感じ。で、あと多分戦車とかも出てくるから、敵の。それを破壊するのに、こっちも結構削られるから、割と難しいっていうね。てか、ほんと M41 で使いやすいわ。なかなかやっぱ安定してるね。てか、ダボダボ3の銃全般に言えることなんだけど、まあ、全部の武器じゃないよ。全部の武器ではないんだけど、結構アタッチメントとかしっかりつければ、普通にレートとかのね、あれ関係なしで打ちやすくなるっていうね、ところが、なんか俺このゲームのいいとこなのかなっていうふうに思ってて。まあ多分別動画でも紹介しようかなっていうふうに思ってるんだけど、割とおすすめ銃とかも結構人によって変わってきたりとかするってところはね、このゲームのいいとこかなっていうふうに。あとまあアタッチメントのね、豊富さって部分でも、まあそれはいいとこなんだけど、ただ、まあ、どの武器でも、まあ、大体結構遜色なく強いってところっていうのは、本当にこのゲームのメリットかなっていう風な感じは正直ありますね。なんか、他のゲームだとやっぱりどうしても、まあ、この武器だからこそ強いとか、この武器使わなかったらダメみたいなとこって多分多々あると思うんだけど、どっちかっていうとこのゲームは、まあ、どの武器も、強いし、強いレンジっていうのがしっかり定められてるから、例えば近接だったら、まあ、ショットガンが強いとか。だけど、中距離とかだったら、まあ、AR の方が強い。で、まあ、中距離と近接のちょっと間ぐらいだったら SMG が強いとかね。まあ、そういう風な感じで、ほんとしっかりと、まあ、武器バランスっていう部分、まあ、すげえいいわけではないけど、まあ、等しく全部なんか、強い武器が割と多いって感じだから、まあ、選択肢の幅が広がってるって部分では、すごいいいとこなのかなっていう風な感じは正直あります。はい。はい、まあ、ということでね、まあ、今回はこれぐらいでダボダボ3終わりたいと思いますと、今回のことに限らず何でもいいので、まあ、ぜひともコメント欄の方に書いてみてください。結構コメントとかね、みんな見て、私のモチベーションにもかなり繋がるので、ぜひともお願いいたしますと。まあ、ね、あと皆さん、さっきのジョジョ立ち、やってみてください。はい。あれはね、誰でも多分できると思うから。ただ、リロードが長い系の銃だと特にやりやすいんで、ぜひともそこら辺を踏まえて、やってみてください。ということで皆さん、お疲れ様でした。